オ、カオルンド。はい、ということでおはようございます。現在私ね、朝8時半くらいなんですけれども、今日はね、休みに行くいつも動画でね、ご飯食べにばっかり行ってるから、今日はちょっと休みに行こうかなと思って、普通に休みに行くっていうのもあれだし、私の方にチャンネル的にやっぱりご飯は外せないということで、休みに行くプラス食べに行くみたいな感じで、めっちゃ久しぶり、いつぶりだろう、超久しぶりにちみちレバンに今日は行ってみたいと思います。朝からね、ちみちレバン行って、グダッとして、ご飯食べて、でまたグダッとしてみたいな、はい、そんな感じの一日にしたいと思います。いや、まずいつぶりだろう、多分最後に行ったのがとんでもんのちみちレバンだったかな、かなり前だったんですけど、そう、久しぶりにちみちレバン行きたいなと思って、はい、行ってみたいと思います。で、ちみちレバンね、結構なんで口コミがあんまり良くないんですよ、どこ行っても。でも今日行くところはすごいね、口コミ良いんですよ。だから多分施設的にもちょっと大きめで、なんかこう綺麗なんだと思うんですけど、はい、今日はねちょっとこちらの方行ってみたいと思います。で、場所がね、駅近とか、みんながすごいなんていうの、泊まるホテルの近くとか全然そんなんじゃなくて、本当にローカルな人しか行かないんじゃないかぐらいな位置づけで、場所的にヨンドゥンポなんですけど、まあヨンドゥンポっていうとね、熟成サムギョプサルの店とかあったりとかして、結構ヨンドゥンポは使うと思うんですよ。でもヨンドゥンポじゃなくて、ヨンドゥンポクチョン駅っていう駅があって、またちょっとね離れてるところにあるんですよ。ちょっと似てるんだけど、でここが2号線と5号線が通ってるから、まあ言うて2号線乗ってくれば近いんだけど、ヨンドゥンポ駅から歩いてこようとすると30分ぐらい歩く。ヨンドゥンポ駅から歩いてこようとするとかなりかかるので、そう、もしねこれ見てきたいなって人がいたら、ヨンドゥンポクチョン駅のね3番出口から歩いて大体8分、駅からは全然近いんですけど、まあ言うてその観光地からは離れてるので、そこまで知られてないかなという感じなので、今日は私がそこのねちみちレバンに、はい、潜入じゃないな、どんな施設なのかっていうのと、あとね、まあご飯あったらご飯食べてでしたいと思います。久しぶりですね。多分みんなが気になるシャンプーあるないとかね、タオルあるないとかも多分私が見てこれると思うので、そちらも一緒に紹介していきたいと思います。それでは、おはい、じゃあこちら3番出口の方に出ていきます。3番出口から出たら反対方面に、はい、ぐるっと回って最初の横断歩道を渡ります。そしたら右に曲がってずーっとまっすぐです。そしたら目の前にイマートのコンビニがあるんですけど、これもずーっとまっすぐです。はい、こんな感じでずーっと歩いてくると目の前にねコストコが見えるんですよ。そう、なんか日本じゃない、韓国で見るコストコ新鮮、一回行ったことあるんだけど。で、このコストコ方面には渡らずに道沿いにこのまま左です。じゃん、はい、じゃあこんな感じで歩いてくると、この大きくね、ドパークスパランドって書いてあるんですけど、ドパークスパランドですね、24時間営業、ここのね地下1階になるので、はい、今日このちみちレバンに入っていきたいと思います。そっちかな、じゃん、ここになります。めっちゃ分かりやすい、何のテーマパークですかって感じなんだけど、ここから入っていきます、スパランド。じゃあ早速行ってみます。もし車で来る方、いないと思うんですけど、来たらカウンターで言ってくださいねみたいな感じで、朝6時から、夜10時まで4時間無料で、10時から6時まで8時間無料みたいな感じですね。で、これ番号入れて開ける系かな。あ、여기서ちょっと待って、あ、아니요、네、사이즈제일작은거드리면되죠 네, 네이번호에신발놓고나르시면되고요저희여성입구로들어가시면신발장 네、 있어요감사합니다今まだ8時、9時にもなってないから、
全体的にこうお休みモードなんですよ。私が10時まで寝ます10時まで寝て明るくなったら入部紹介していきたいと思うんですけど、とりあえず人がいるから食べるっちゃ食べるんだ。なのでとりあえずちょっと寝てご飯食べるわ。ちょっととりあえずもうちょっと様子見てみようね。9時から明るくなるっぽいかな。あと10分ちょっと待ってみたいと思います。はい、ということで今9時3分なんですけど、たった今電気がつきました。こんな感じで私はちょっとの間目を閉じてたんですけど、そうだいたいね9時ぐらいになるとなんかこうみんな起きてくるというか、ちょっとざわざわってし始めて、9時過ぎると電気がこんな感じでつきますということで、まあ、まだちょっと寝てる方もたくさんいるのでちょっと小声になるんですけど、施設の中の方を紹介していきたいと思います。ですね、流れ的にはまず入ってきて靴を脱いで受付に持ってって、先払いなんですけど、先払いで、お風呂だけかチミチューバンかって聞かれるんですけど、ここまで使いたい方はチミチューバンまでで10,000円でお金を払うと、なんかレシートみたいなくれて、それに番号が書いてあるんですよ。でその番号に通りの靴箱に靴を入れて、その番号通りのロッカーに洋服とかね全部入れて、このチミチューバンの服に着替えます、はい、まず入るとすぐにお風呂があるんですよ。大浴場みたいな夏のこう銭湯みたいになってて、お風呂入る人はそこから入るって感じで、売店の方を見たら、リンスとかシャンプーとか1回用のやつがだいたい1000ウォンで、歯ブラシとかが2000ウォンでしたね。まあ、とりあえずそこで必要な人は変えて、最初にもらえるタオルは2枚です。なんか噂によると、お男性は無限でね、タオル使えるらしいんですけど、女性はたくさんタオル使うということで2枚までもらえます。で、まあお風呂入る人はそこでお風呂入って、で、奥の方に進んでくると、チンチューバンに入るドアがあるんですよ。まあそれもちょっと取れなかったからなんですけど、チンチューバンに入るドアがあるので、それをこう入ってくると、こっから出てきます。でここがねなんかマッサージ室みたいになってて、まあ、入ってくるとこういうマットとか、あと、なんだっけこれ、枕とかがあって、真ん中にはこういうなんかこう何背中をこうくっつけて座れるような感じで、リモコンとかがあるから、そのテレビとかも自分で見れるんだと思う、まあ、全体的にはこんな感じですね。で私あこんくらいかと思ったらまだ全然奥があって、それからマットは1人1個までで、使ったら戻してくださいって書いてありますね。それから携帯充電するところもありますね。それからお水飲むところとか、ここら辺まで来るとまたこういう寝れる場所があって、ここら辺まで来るとこういうチミチューバンが見えるので紹介してきます。まずこちらがアイスバンって冷たい部屋ですね。8度、冷たい。それからここファントバ66度、ここなんかファントって言って、なんかこう多分今テロップ出てると思う。ここもそっちもハント版なんだけど、こっちは66度でこっちが97度、暑いね。これがソプン版塩の部屋71度、そしてこっちは酸素版って言って酸素のお部屋、キャンベックなんだっけな、ヒノキか、ヒノキの、はい、お部屋で、ここはね女性専用のお休み寝れるお部屋みたいな感じですね。こんな感じで、チムチューパーは1,2,3,4,5個ですね。すごい多くはなくて、でさっきさ暗かったじゃん。テレビ見れる時間は朝9時から12時まで、で下も、消灯とかの時間が、朝9時に電気ついて夜の12時にはさっきみたいに真っ暗になりますよって感じですね。で Wi-Fi もあるしって感じですね。ちょっとお腹すいたんだけど、なんか食べていい？あ、なんか子供用の部屋とかもあるからご飯食べてから紹介するね。でこれ半顔ラーメンも作れますね。で食堂8時からオープンって書いてあるけど閉まってますね。今はやってないんですけど、チキン屋さんもありますね。わあ、フライドチキン、ヤンニョムチキン、パンバン、お菓子もありますね。このしんちゃん美味しいんだよね。冷凍のハットグとかまんじゅうとかもあるし、私が大好きなポカチップもあるね。それからやっぱり汗を流した後に食べるアイスクリームみたいなね、
これから禁煙室もありますね。女用、男用。禁煙室に来たら、このね、卵を食べるんですけど、それはまあ後に置いといて、試験も後にしまして、このラーメンっていうのがカップラーメンですね。このカップで来るので、おぐりっていうのがこの袋ラーメンになります。お菓子もここで買えるし、ハッピンスも買えるし、アイスクリームもここで買えますね。久しぶりにヨッパマ。キオスクはカードかサムソンペイだけになるので、はい、お気をつけくださいませ。そしたらカップとこれをもらえるので、ここからキムチとかを、はい、持っていきます。これに入れるんだね。タン文字もあります。なんだっけ、たくあん。箸がここにある。食べるところがあるのでここで食べるんですが、おお、なんかまた新しい感じのさ、これがね、ラーメン機だね。フリタコクミンチャパゲッティノブリ新ラーメン、フリ低温機、これ温かくするだけ、ラッポキトポキ新ラーメン。もうパワーだからさ、新ラーメンでいいんだよね、多分。多分ね、ノブリと新ラーメンで分かれてるのは、ノブリが、あの、麺が太いじゃん、だからだと思うんだよね。じゃあこれ入れて、中にはこういう、何、火薬と魔法の粉みたいな、それからスープが入ってます。黄色いやつ以外全部入れる。上に乗せて辛ラーメンにしよう。で、さっきのカウンターでチーズとか買えたから、ここにトッピングしたい人はそこで買うといいかも。そうだ、サイダー買うか。先にカードピッてやってから押すんだね。番号を押したらこのオレンジの決定ボタンをグッと押す。シューソン書いた。はい、ということで今回の私の、まあ、朝ごはんですよね、はい、こちらムッパマです。わ、久しぶりに超オリジナル、トッピングもなしのムッパマ、美味しそう。あ、やばい、これを入れなきゃならない。これで完成です。いやー、めっちゃ美味しそう、やばい。ちょっとさっき持ってくるときにさ、片手にカメラ持ってたから、あの、ここのラーメン持ってたってやけどしちゃったみたい。それじゃあ、いただきます。めちゃめちゃ美味しい。なんか私ぶっちゃけチンジルバンってサウナに入るメインじゃなくてラーメン食べに来てみたいなとこあるの。ここのさ、口コミいい理由が分かったわ。本当は牛先がめっちゃ綺麗だし、これ食べ終わってから見せるけど、子供が遊ぶ用の部屋とか、あと子供用の本とかも置いてあるの。だから子供ちっちゃくて、なんかこううるさくしちゃったり迷惑かけちゃわないか心配みたいな人でも来れる。そんなに走り回ったりとかダメだけど、子供は子供用の部屋で遊ばせておけるみたいな感じ。てかね、綺麗マジで。の出入りはできないけど、このチンチレパンとあとなんかお風呂の出入りはできるから、先に体汗流したいよって人はお風呂入って出てきて、ここでサウナして最後またお風呂入ってってしてもいいし、もしロッカーにまたなんか物取りに行きたいよって時も、あのロッカーとの行きも OK だし。
ポ駅からはすごい遠いけど、一番近いヨンドンポクチョ駅からは、ちょっとゆっくり歩いて7分ぐらいだから、全然遠くないし、ホテル一泊持たないよって人は朝から来て、ここで一日だらっとして、ホテルで寝るのもありだし、で私は韓国に来たらしてほしい経験の中に、チンチルパンは入るね。基本的に韓国人がチンチンパンに来てラーメン食べるときは、なんでか知らんけど冷凍マンドゥとかと食べる人が多い。今私の周りさ3チームくらいラーメン食べてんだけど、みんな冷凍マンドゥ食べてる冷凍マンドゥ買うと、もうさっきの売店のおばちゃんがレンチンして、ね、くれるっぽいんですよ。どこだっけな、ドラゴンヒルスパだっけ、4人じゃない、バンタンの事務所があるとこ、あそこにある、私も前紹介したんだけど超大きいそのチンジルバンなんだけど、そこはこのロッカーのキーでいいってやって、なんかいろいろ物買って最後出るときに支払いみたいな感じなんだけど、ここはサムソンペイっていうこの携帯で払うやつか、アップルペイかカードになる。現金って書いてなかったけど、現金は使えるのかな。でも昔はさ、みんななんか現金で買い物してたけど、最近はカード使う人もすごい多いから、ズボンにポケットついてるから、買い物買って寝ようって時は、まあロッカーに入れて寝るとかすればいいと思う。ファマはさ、中に、今食べちゃったから見せられないな、カヤクの中にね、ニンニクが入ってるんですよ。ニンニク好きの人は絶対ムパマ食べてみてほしい。あ、これだ、これニンニクです。あっという間に完食ですけど、いやでもソウル駅のさ近くにあったあのチンジルパンなくなっちゃったのマジやばいよね。やばいっていうか、なんかもう残念。あれもさコロナの時になくなっちゃったんだけど、本当にあそこはさ、観光客メインでやってたから、まあ、しょうがないんだろうなと思うけど、位置も良かったしさ、観光客向けだから、あのキャリーケースも預けるとこあったし、マジで旅行客からしたら超いいチンチルパンだったのに超残念。じゃあまたね、室内のこの施設の説明続きしたいと思います。あ、大満足。残ったスープはこっち。そしてラーメンの容器はこっち。ラーメンの容器はこっち。え？え？あ、味がねんのね。뒷모습보면매점에있는언니가요。ああ。なるで。え、感謝합니다。あにゃにゃ、괜찮습니다。誰かがこう分類しないで置いてったゴミを、店員さんが片付けてるなと思って、はあ、全く分別もしないでみたいな感じと、私に対してなんか分別しないで入れないのとかじゃなくて、全く最近の子は分別もしないでみたいな感じで話しかけてみてくれたみたいですはい、ということでこちらがね、子供用キッズゾーンになりますね。10歳以上は入っちゃダメだけど、中にこんな感じで、遊べるような、ね、ところもあるの。ブロックもあるし、なんかこういうゲームもある。ガチャガチャとかもあるし、子供楽しそう。完全にキッズゾーンじゃん。で下もさ、なんかこう柔らかいし、朝9時から10時まで。すぐ横にこれがね、なんだっけ、マッサージチェアですね。マッサージチェアでも、このマッサージチェアで座ってたりとか、出ないでくださいと書いてある感じかな。そしたらですね、まあここはメインホールなんですけど、あ、もうテレビもついてますね。
で、こっち側がさっき紹介したチンチル版なんですけど、その横にこんな感じで絵本もあるんですよ。子供にね、読み聞かせ用の絵本とかもいくつかあって、漫画はないんですけど、まあ、夜寝かせる時に子供に読み聞かせるみたいな感じ。韓国語を勉強してる人はこういうの見ても楽しいかもね。子供だから内容も簡単だし、それからこれ階段登るとこの上で寝れたりとか、この下はもう完全に個人空間ですね。洞窟的な。人気なので空いてませんが、で携帯の充電はところどころにね、こういう USB のやつとかあとコンセントがあるんですよ。充電コード持ってきてる人はここでしてよくて、あのコード持ってない人はさっきの充電する場所があったので、そこで充電すれば OK。 ここに移動しよう。コンセントあるし、私の基地よいしょ。あーめっちゃ楽、超楽、最高。私は9時前に入ってきたから暗かったじゃん。で9時3分ぐらいに電気ついて、まあ、いろいろ紹介して、それからラーメン食べて、今10時なの。だからちょっとゴロゴロして、カメラをさチンチル版の中へ持ってくと熱くなっちゃって無理だから、ちょっと私だけどんな感じか入ってきてお知らせするわ。ちょっと待ってて、全部一旦入ってくる。でチンチル版入るときにさ、携帯とか持ってくとぶっ壊れるかもしれないから、チンチル版に行くときはどっかに預けるとかした方がいいかも。写真とか撮れないからさあれだけど、とりあえずアイスの部屋は寒い。チンチル版の後入ったら涼しいなって感じ。ファントバンっていうの2個あってさ、ちょっと低温のと高温のがあったじゃん。で高温のは人がいたからちょっと入る燃料したんだけど、低温の入ったら下になんかすごい丸いね、なんていうの、砂利じゃないんだけど、砂利って痛いじゃん、じゃなくてこうめっちゃ丸い、なんて言うんだろう、こんぐらいの大きい丸がねバーって敷き詰められてて、それの上に寝転がると思うんだけどね、すごいいい感じだった。で温度が60度台だからすっごい暑いわけじゃないし、私的にはファントバンのあの低温の方おすすめです。で塩の部屋は白いタオルみたいなのがバッてかかってて、で下に削る前の塩あるじゃん、ピンクソルトみたいなやつ、あれがダダダダって入ってる感じだったかな。で女性専用の睡眠のお部屋は特にすごい暑いとか寒いとかなしに、すごいなんていうの、こう居やすい、ちょうどいい温度で、ヒノキの香りがほのかにするような感じ。今ここはさ明るくなっちゃってるけど、その女性用の睡眠のお部屋は薄暗かったんで、はい、あのこの時間でもぐっすり寝れる感じかな。今10時過ぎになったから結構あの人が入ってきましたね。湿気飲もう、湿気飲むか、湿気飲もう。卵を食べようと思ったんだけど、さっき食べたばっかだからラーメン湿気にします。ストローと、お、チェリーホップだ。じゃあ、こちらが、チンチル版名物の、湿気です。湿気っていうのがお米で作ったやつね、飲み物なんですけど、大体なんか日本では甘酒って例えられるんだけど全く違います。ただあのお米から作ったっていうのだけ一緒で、甘酒では全くないです。こんな感じでシャーベット状になってます。なんか湿気と卵を食べないとチンチル版じゃないみたいなとこあるんだけど、ちっちゃいカバンとかがあるとまた便利かもしれない。ちょっとなんかエコバッグ的な。ゲームセットは充電なくなっちゃったから充電する。で今お風呂もねちらっと見てきたんだけど結構広かったっすよ。でやっぱりあのシャンプーとかリンスとかなかったから地元の人は持ってきてる感じで、でもあれかみんなもあのホテルとかにさある1回用のシャンプーだったり自分で持ってきてるこのなんかちっちゃい詰めるやつあんじゃん、100均とかで売ってるやつ、あれ持ってくればいいから、絶対磨いていきたいっていう人以外は自分のものを使ってもいいかなって感じですね。てか眠くなってきちゃった。はい、ということでどうだったでしょうか。今日久しぶりのチンチル版だったんですけれども、ここ最近の撮影で一番楽しかったかも楽しかったっていうか一番楽。なんか私立ってるのマジ嫌いなの。立ってるのマジ嫌いだし、なんか座ってもそんなにいられないし、映画館とかでこう座ってるのはいいんだけど、
構家でネットフリ見るときとか別に座ってなくてもいい状況でずっと座ってられないの。なんかもう横になりたい。基本的に一番好きな姿勢は横になることなの。だからマジで今日の動画本当に幸せめちゃめちゃ私寝る人間だから普通に1日12時間とかも全然寝れんの。最近すごい寝たなって思うのが12時間だったんだけど一回もトイレ行かなかったし、ミスターがそろそろ起きないとやばくねみたいな感じで起こしてくれたから起きたけど、多分一人暮らしとかしたら全然もっと寝れる。本当に横になるのが好き。横になってゲームして眠くなったらそのまま寝て起きたらゲームしてっていう生活をしたい。それが私の将来の夢ということで、今回はねここなんだっけ、ちみちり場の名前なんだっけな、ここに書いてあるわ、ザ・パークスパランドってとこなんですけど、あいいっすよ。いい施設って家の近くにないよね。だってうちの近くなんか大浴場みたいなのしかないもん。あ、足の裏だ。なんか足の裏あんまりみんなに見せる機会ってないよね。はじめまして、どうもカオル TV の足の裏です。なんかあれだね、お店紹介とかいつもしてるけど今日 Vlog みたいになっちゃった。ただの朝からだらける Vlog ということで、今回は超久しぶりに、チミチリ版の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラムオンヌルンヨキカチ終わり。